お渡し会ありがとうございました。ありがとうございました。広島瞬間移動した。そうなんですよ。サクッと。そうなんです、そうなんです。皆様、写真集ゲットしてくださりましたか？嬉しい。マジでさ、めっちゃ素敵に撮影してもらっとるわ。めっちゃいい感じ、めっちゃ良い。嬉しい。お渡し会広島まだ帰る。なんかね、予約は多分もうやっとらん、終わっちゃったんやけど、当日券がそう出ると思うけん、ぜひ、うん、嬉しいです。今日はたくさんの方が会いに来てくださって、なんかさ、メールでも書いたんやけど、いつも来てくださる皆さんと、あとマジで久々やんけみたいな久々やんけの人と、あとあの初めましての方が想像してたよりもたくさん来てくださって嬉しかったです。そう、東京ではね、11月3日も渋谷でお渡し会させていただくので、ぜひよろしくお願いします。あとは11月2日11月2日に広島であります。ほんまにいい感じ。感謝です、携わってくださった全ての皆さんに。本当にまたもや大切な一冊が増えました。後ろは台湾千穂ちゃん。そう、この中ね、さっきツイートしたんやけど、写真集アカウントの方で超オフショット、オフショットというか、撮影終わったよってなった後にカメラマンさんがサクッと撮ってくださってたんですよ。なんかサクッと、だからバスで寝とるところとか、あとあの台湾行く前の日本で朝集合した時のドスッピンメガネ帽子の私がいたり、あとこの写真集の一番最後のページはもう完全私服で、あの撮影終わって飛行機に乗る前の私ですね。じゃけなんかほんまに旅行を切り取ってもらって完成した素の写真集って感じでね。そう、お気に入りです。皆さんぜひいっぱいゲットしてほしいし、いっぱい見てほしいです。たかひろくんさん、ありがとう。写真集、あ、
ありがとう。下手スーツネクタイさん、ありがとう。カマ。ネクタイ。ありがとうございます。届くの楽しみ。ねえ、楽しみにしとって。マジで。いっぱい感想聞きたい。結構ゆったり話せて嬉しかったよ。ねえ、そう、あの5冊券の方と10冊券の方は写真撮る時間と、あとは宛名を書くあれがあるので、そう話せて、みんなの感想とかいっぱい聞けて嬉しかった。今日のイベラップがなくてびっくり。そうなんですよ、あのラップ多分間違ってない、パーテーションがツーショットとチェキの時になくて、そうなのでおすすめあしたね、お話し会やけんさ、お話し会でもいっぱい感想聞きたいです。太陽って何色？2日もラップなしならいいな。え、ないよ絶対全部統一すると思うけ、じゃけ来てね。今日初めてちょうちゃんと会えて嬉しかった。嬉しいねそりゃ私も嬉しいんです。だって1210月2日ってまだ間に合うと。予約はどうなんやろ。でも当日券絶対あると思うけんさ、来てねそうそう、ロミオさんありがとう。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃんにゃんじゃんじゃかアホドクター竹丸さんありがとう。丸竹丸ありがとう。そんな爆音で喋ってたのえ、なんかさ STU の方のお話し会とかオンラインお話し会とかに携わってくださってる方じゃなくて、今回はツインのマネージャーさんとか、あとは秋田書店の方とかだったけ、あの私のファンの方との対応の仕方を初めてそう見てくださって、そうびっくりしてました今日のイベントのスタッフさんの雰囲気も良かった。え、わかる、え、わかる。本当に今日は秋田書店の方と、あとは写真集に携わってくださったスタッフさんと、あとは私のマネージャーさんが剥がしみたいなその担当をしてくださったんやけど、スタッフさんすごい丁寧だったね。そうなんですよ、じゃしなんか面白くてそう、なんか私とファンの方の会話を聞いて、私のマネージャーさんが何回も吹き出して笑ってたりそう、あとなんか私がファンの人みんな面白いけさ
笑っちゃって時間内に宛名を書ききれんことがあったよね。じゃけんあの時間ですじゃなくて宛名書いてくださいっていうアナウンスとか、あと何回ね、本渡してくださいのアナウンスをたびたびされました。こっち側の管理までしていただいてありがたいです。楽しかった。素敵な雰囲気で今日あっという間でした。超楽しかった。そう、皆様ありがとうございました。嬉しい。これがあと2日と3日とあと2回ある。昨日のスタッフさんも一緒？いや、昨日のスタッフさんはまた違うくて、昨日はその場所の方っていうの。でも昨日の方もすごい、昨日の方初めましてだったんですけど、めっちゃそう素敵な雰囲気で、昨日も配信 YouTube 配信のオンラインサイン会させていただいてありがたいです。初めましての雰囲気じゃなかったね。いや本当にすごい話しやすくて、そう、あったかいのんびりした空間でお届けしました。そう、なおさんありがとう。写真集カッパが手振ってる、これお皿。ありがとう。Thank you。かわいい、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。生で初めて見て改めてめっちゃかわいいと思った。嬉しい。なんか動画とか写真とかよりも。なんか何事もさ、実際に見た方が良いってなりません？なんかライブとかも、ね、だからいっぱい会えるイベントできるの嬉しい。ライブ石田の魅力。キラキラキラ。みんな地方コンね、申し込み中ですので、ぜひともよろしくお願いします。チケプラ会員先行受付が27日、明日や、明日までやけん、ぜひともよろしくお願いします。よろぴくみん、よろぴくみんは日に強い。
グッズも新しいの増えます。結構お気に入り、セトリももう全曲全く一個も違いますみたいなわけではないけど、ちょこちょこ曲を変えて新鮮な感じになっているので、お楽しみに。めちゃくちゃ楽しみ、楽しみすぎてやばい。楽しみちゃん、うん、楽しみすぎる。絶対みんな、わ絶対みんな来てよかったってなると思う。ここ1ヶ月ちょいめっちゃ濃い日々やね。え、そうなんやね。ほんまに地方コンと写真集がどっちもさ4年前ぐらいで、どっちもずっとやりたいって思ってたけんさ、まあ地方コンはあのソロ公演とかソロステージとかちょこちょこあったけど、でも久々のこの写真集とソロの公演を同じ時期にできたのがめっちゃ嬉しい。盛りだくさんの日々って感じ。なんか両方ともさ、ファンの方からあのお話し会とかのたびに本当に言ってもらえる機会多くて、自分もめっちゃやりたかったけどファンの方も望んでくれとったことをあの開催できたのがめっちゃ嬉しい。わかる、写真集の渡し会もほんまに念願だったっけ、やったーって感じでした。そう、ファーストの時ねできんかったけど、こちらもおすすめですよ。ニャンがチャンピオン、嘘みたい、自分がこんな漫画誌の表紙にいるなんて、感謝感激です。ありがとうございます。本当にクリアファイルもついてくるし、結構あの写真集には写ってないカットが写ったんやけど、結構枚数、写真数とかページ数も多いので、いっぱいいっぱいゲットしてほしいです。ヤングチャンピオン、そう、あ、アンケート今日は書いて出してきた、嬉しい。そう、アンケート強制で書いてほしいのとあとね、生写真じゃないわ、あのチェキ5名様限定でチェキが当たる応募券もあるけんね、それもお願いしたいです。激カワワンちゃんとのツーショットチェキもあるし、超台湾って感じのチェキがねあるので、これも強制です。そう、ヤングチャンピオンレッツ
さんの方でね、クオカードを申し込んでいただきましたら絶対にゲットできるっていうのがあって、嬉しい、まさか自分がクオカードになれる日が来るなんて。前回のヤングチャンピオンレッツも一緒に書いとくね。ありがとう、二つともぜひともお願いします。前回のヤングチャンピオンレッツさんの方でクオカード3種類あるの、申し込んでいただいたら絶対ゲットできるっていうのがあるのでお願いします。おかちゃんありがとう、メガネ写真集ありがとう、嬉しいです。こうしてみんながアンケートとか出してくださるおかげでグラビアとか幅が広がっていくと思います。また出たいです、ヤングチャンピオン。またグラビア挑戦したいので、皆様何卒クオカードを配信で知られたので興味出てる。あ、そうだよね、確かに。そっか、 EX 大賞もあるのか。クオカードいっぱいゲットしてください、皆さん。あ、かぼちゃが来た西尾さん、かぼちゃくまタワーありがとうございます。かぼちゃくま、かぼちゃ今日も大量に写真集を待って帰ってくれてありがとうございますガーありがとう、ハッピーハロウィン。トゥルストゥストゥトゥルトゥルストゥストゥトゥルトゥトゥトゥルストゥトゥルトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 、なんか投げましたゆるい、相変わらずこの人相変わらずゆるい。飛び投げたらまるでタイムマシーン、つくちゅちゅちゅ。そう、明日の話し会はハロウィン仕様でお届けします。わあわあ、なんか魔女が飛んできたすごい、こんなんもあるんや。熊魔女タワーありがとう、ありがとうございます。飛んできたのでほうきに乗ってピュンピュンピュン、ありがとう。東京のスワンさん、今日はありがとうございました。こちらこそ嬉しかったです、来てくれてありがとう。魔女の帽子ありがとうございます。 Thank you。 明日は教師、明日は教師じゃないです。ね、クリアファイルいいよね。こちらヤングチャンピオンを
にで、うんうん付録でついてきます。嬉しい嬉しい。そう、めっちゃお気に入り、嬉しい。素敵なね、形に残る本がこんな一気にたくさん増えて、秋田書店さんありがとうございます美味しいお寿司もいつもありがとうございますふふふ。昨日もあのお高級お寿司お弁当を用意してくださって、で今日はイベント終わり、新幹線の時間までちょっと時間があったので、そう急遽お寿司を食べに行かせていただきました。感謝な。じゃあランキング読みます。20位のりふみさん、19位なかやすさん、18位きょんしーさん、17位みさとさん、16位みつまるさん、15位ポルダーアグリさん、14位ブルーさん、13位しろうけんさん、12位つりけんさん、11位にしきごいさん、10位グリオティーヌさん、9位もや太郎さん、8位けいせきさん、7位かずくんさん、ラッキーセブン、6位なおさん、5位ベイスさん、4位カズキンさん、3位ヨイチさん、スイスイ、2位ニショウさん、チュチュー、かぼちゃクマタワーもありがとう。そしてそして第1位はぴょんぴょん、東京のスワンさん、イエーイイエイイエイイエイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。魔女、魔女の帽子、魔女クマタワーもありがとうございました。ありがとう。やさなこさん、写真集ありがとう。ゆありがとうございます。ということでありがとうございました。こちらこそありがとう。ということでありがとうございましたあの写真集の渡し会と配信と、じゃあスクショタイムをしようと思います。じゃん、お寿司じゃあ明日はお話し会よろしくお願いします。楽しみじゃねん。じゃあバイバーイ、おやすみなさい、また明日ねん。楽しみ明日。